今日はカープライムの取材です。土屋大先輩と一緒に来ております。で、今日のテーマはですね、なんと80年代後半に日産、元気のいい日産が手掛けた車たち。これでね、いろいろインプレッションしたりとかはやっているので、その辺はカープライムを見ていただくとして、俺はですね、ちょっと今日一つ持って帰りたいネタがあります。なぜこの車を持っているのか、買ったのか、その辺を聞いてみたいと思います。この頃のプロジェクターが暗くて暗くて、でもおかげでこのスタイルができたと。はい、代行ドライバーで今日は参加させてもらってます、はい、これいつ頃からオーナーを持ってる、はい、このシルビアは確か3年ぐらい前だったと思います。実は彼はもう1台ですね、極上のサンルーフがついて、マニュアルのですね、低走行の車を持ってまして。なんで本当にこのライムグリーンツートンの前期のシルビアのケーズっていうのが、なんか小学生、幼稚園ぐらいからかな、ずっと憧れで、でベスモも当時見てたんですって。でようやく手に入れた極上車だと気軽に乗れないから、もう一台必要だなるほどって言って、まあ、この車を買った。でそれもどんどん綺麗になってもったいないから乗れなくなって他の車持ってないの？他の車いっぱい持ってますね。あ、 S13 は後期のSR のマニュアル、はオートマカの NA ももう1台持ってますし、あとはホンダの車何台か。それは現代の車？いやいやいや、古いです。古いの？現代の車は、現代の車1台持ってないですね。え、足でも？足でも持ってないですね。本当に？ホンダは何持ってるの？ホンダはコンチェルトとアスコットとステップワゴンと、EF のシビックと、まあ、いっぱい持ってます。幼稚園の時この車だから20代後半ですね。なるほど、はい、まあ、簡単に言うとお金持ち。うん、小金持ちなんでこの車を？やっぱり、セフィード好きでかっこいいんで、はい、そしたらオーテックバージョンの存在を探してる途中、その存在を知って、探してたら、まあ、半年ぐらいかかったんですけど出てきて買いました。はい、すいません、気が付きませんでした。マニュアル、しかもマニュアル、純正のマニュアル。だからオーテックバージョンだから全部本革仕様になって。そうです、はい、はいはいはい。で、本革も張り替えて、全部張り替えて。あ、張り替えたんだ。張り替えました。ダメだったもん。ダメでした。あ、うん、内装もボロボロだったんで、全部張り替えて。ダッシュボードも天井も全部新品にして。なるほど。もう20年乗ってるんですけど。あ、20年乗ってんの？もう。あ、はい、あ、じゃあもう、現役とは言わないけども、現役に近い状態で購入された、はい、そうですね。最初見た時はかっこいい車だなと思って、それで買って、でオーテックバージョン欲しかったんで、はいはい、もう一つ C33 ローレル乗ってるんですけど、はいはい、今日これ来ようと思ったんですけど、ドライバーがいなくて、今日はこっちでだけで、あとは初代エスティマですね。おお、はい、乗ってますね。今時の車はないの？今時の車はマーク X、 はいはい、130の乗ってます。それは何、もうなくなっちゃうからって買ったの？いや、全然そんなことなくて。あ、そうじゃなくて、はい、ただ単に前の車が古くなったんで、25万円の補助金の時に。なるほど、買いましたね。なるほど。タイプ M です。このヘッドライトは後期型ですね。後期型、目が大きくなって明るくなったと。4年前だったら高かったんじゃないですか？ちょうど上がり始めた頃で、はい、でオークションにショップ経由で直接入札してもらって、うんうん、まあ、そこそこ安くは買えたんですけど。ちなみにいくら？当時で140万ぐらいで、まあ、当時2万6000キロでガレージ保管車のワンオーナーを買ってきたので。なるほど。まあ、状態にしては安かったかなってところで。じゃあそのまんま、ほう、そうですね、はい。あ、普段は別のスカイラインをあと2台持ってまして。どんな？同じ32の、GTS4 と、はい、あと GTE っていう2台を持ってまして。で、え、 GTE って何だったっけ？シングルカムの。ああ、はい、レンカ版、レンカ版みたいなやつ、うんうんうん、
で普段は GTS4 のオートマを乗ってるので、まあ、これはほとんど置きっぱなしみたいな形で、あ、じゃあもう普段から3人、普段から3人付け、はい、あの3人に長く乗ろうかなと思って、はいはい、でそういう時にじゃあ1台は普通に乗るよ、でもう1台は綺麗に置いとこうかなでそしたらたまたま綺麗なのができたので購入したような形。これが一番最後に買ったの？これを2台目に買いました。2台目で GT はたまたま仲間内で手放すって人がいたので。 GT はちなみに安かった？ GT は安く譲っていただいちゃったので、まあ大事に今後乗ろうかなと思って。あ、まあ希少車ではあるけども。そうです ね、あの、あれを貴重と思う人も少ないかもしれないから値段は上がりにくいかもしれない。そうですね、なかなか市場からは評価されない車なんで、はいはい、まあ普段は自分もターボに乗ってるんで、うん、そういうものなのかな。一番のお気に入りの場所は、この車ですか、うん、この車は、まあ、3人全体でもいい。3人全体はやっぱりこの運転席座って前を見た時のこのしっくりくる感じっていうのは、うん、それがやっぱ一番好きですね。わかる。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。これは土屋圭一ファンでこの車に。はい、そうです。これを見たんでこれの再現を。はい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 、大井さんと土屋さんの GTR が勝負した。なるほど、はい、なるほど。これを見て育ってタイヤが横浜なんですけど。はい、すいません、今まだちょっとマフラーが5次元じゃないですけど。はい、まだ手に入ってなくてあ、その辺は やりたいと思って。はい、今もずっと、まあ、あの5次元のマフラーを継続して探して。なるほど。自慢のポイントは？そうそう、やっぱりホイールとこの角ホグですね。これも当時土屋さんがつけてたのと同じモデルの角ホグをなんとか手に入れてきて、はい、ちゃんとそこのフィンのダクトのとこもカットして取り付けて。あ、これ？はい凝ってる。で、ヘッドライトもね、プロジェクターじゃないやつをね、はい、革命の方、うんうん、はい。なんでこうしてるか知ってる？暗いって言ってましたよね。そう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 、脇が暗いって言って、あの最初のうちの、プロジェクターは目ん玉がちっちゃくて、はい、すごい暗かったんです。これでもシートはね、まあ、ブリッド、これ、全く当時ものだけど、はい、新型のあのリクライニングのストラディアとかにした方が体にいいよ、はい、そうですねこれステッカーはどうしたの？ステッカーはケンオフィスと、イマージュのステッカーは当時学生の時に買い集めてたあの本物の。 あ、これ本物なの？はい、それ以外はちょっとあの友達にカッティングで作ってもらって。あ、そうなんだ。はい、このプレートもそうです。友達が作ってくれてそうなんだなるほど。これね、内輪はね、光るステッカーだったね。あ、そうです。風間さんに聞きました。あ、そう、はい、風間さんのとこ行った時に身内のはここが反射するんだよっていうふうに聞いて俺の車はね、Kオフィスとバンドを貼ってた。あ、そうです。大井さんもKオフィス貼られてましたよね。そうはい、大事にしてる。これいくらだったの？これいつ買ったの？3年前ぐらいに買って320万ぐらいでしたね。その時代はまだまだギリギリ。この3年間でだって。そうですね、どんと上がりましたね。まだギリギリ買えるところだったんで無理して。なるほど、ありがとうございます。これもね、あのこれ随分随分かっこいい。今芋ネージなくなっちゃって。あ、びっくりだね。そして Z。 これいつから持ってるんですか？今年で丸10年になります。あ、10年。はいはい。購入理由は？購入理由、やっぱり若かりし頃は FR でマニュアルで、うん、っていう車に乗りたくて、うん、であの頃ってまだ学生でもちょっと買えるぐらいの選択肢が、スカイラインとかシルビアとかがまあ5、60万ぐらいで買えて、でどれにしようかなみたいな状態だったんですけど、大きいクーペが好きで、シルビアを実際に実車で見た時にちょっと個人的な好みとしてはちっちゃいかなと思って、じゃあこれだなっていうことでこれになりました。はいはい。いくら？これ50万ぐらいです。おー、そうあるべきだよなそれからなね学生で頑張ってバイトして。そうだよね。そうなんですよ、うんうんうん、だからまさに大学生の間バイトして買いました。一
一番の気に入ってる部分は NA でマニュアルなところ。はいはいはい。で長いのが好きなんで 2x2 なんですけど、フィーバールーフはなんで聞いちゃいますか。雨漏りが雨漏りですね。ああやっぱりズバリ。あとは剛性がヘロヘロなんで Z は、はいはいはい、それにもだいぶ効いてると思います。ずいぶん変わったですね。ずいぶん変わりますね。普段乗りは何ですか。普段乗りが生活に車がいらない生活をしているのでメインがこれです。なるほど、はい、素晴らしい。なんかこれから やろうっていう計画してることはあるの、この車で。別にこの車はでも10年で1周、うん、ほぼやりきったかなっていう感じですね。なるほど。バンパーも変えたし、ホイールも塗ったし、屋根も埋めたし、あとはオールペンと内装をやりたいかなぐらいの感じです ね。はい、はい、ありがとうございます。大事にしてください。ありがとうございます、はい、この車を買った理由。買った理由、小学生の時に私のお父さんが、まあ、この車に乗ってた当時のカタログを、うん、まあ、部屋の掃除していらないから出てきたから、お前車好きでしょあげるよって言われて、うん、もらったのがきっかけで、わなんだこの車かっこいい。なるほど。で、お父さんその当時乗ってたのっていう話を聞いて写真見せてもらって、いつか手に入れようと思ったのがもう十数年前。それからずっと小学生の頃から探し続けて、まあ親父が当時乗ってたのと全く同じ前期型のピラーのないハードトップで5速のマニュアルミッション、はい、でなおかつ NA のエンジン、うん、ボディカラーだけ違うんですけどもドンピシャの答えだったんで、5万キロぐらいの答えだったんで。いくらだったの。40万円。40万円、ワンオーナーの人から。これ何年型。89年になったすぐ。お、何年生まれ。私は1996年だよ。実は明日誕生日です。あ、明日誕生日なんだ。明日25になります。なるほど。独身。独身です。年上がいいの。そういうわけじゃないのね。同じぐらい、同い年ぐらいかな。車だけは。あ、車だけはね、好きですね、はい。一番のお気に入りの点は、まあでももともとこの車が だったんだね。もともとはこの車でしたね、うんうんうん。まあ、お気に入りはやっぱりここにピラーがなくて、はい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 、今の車じゃない、今ないよね、スッキリした、うんうん、ね、あの窓開けた時はもうあっち側全開になってます、うんうんうん、全開になるとか、うん、なるほど。あとはこの薄っぺらいボディのね、はいはいはい、うんうん、まあセダンっていうかね、ドア4枚の車に見えないようなデザイン、うんうん、そのあたりは。なるほど、わかりました。ありがとうございます。大事にしてください。はい。なんかっていうオーナーがいるのかと思ったんですが、今回の、オーナーはあの正しく、まあ、正しくっていうとあれかもしれないけど、あのとってもあのいい旧車人生を送っているのかなと思いました。まあ今からね真似できないですよね。どん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 高くなっちゃってるんで、はい、以上です。もっとなんかなんだこいつってやつがいてほしかったんだけどな。みんないちゃって平凡に。ね。素晴らしい。